では時間になりましたので次のセッションを始めさせていただきたいと思います。アーキテクトエヴァンジェリスト関田文雄様、デベロッパーエヴァンジェリスト、新村武様よりマイクロソフト PHP サードステージウェブマトリックスプラス Windows Azure をご講演いただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私日本マイクロソフトでエヴァンジェリストという、日本で一番よくわからない肩書きと言われている職種を担当している新村とこちら